いつもの有楽町のスタジオに帰ってまいりました。ただいまでございますね。そうなんですよ、先週は念願叶いまして、初めて私のふるさと宮城の東北放送さんからの生放送でした。ありがとうございました。そうなんですよね、もう番組、そうびっくりしたんだけど、最近まあそのこのラジオの話になる現場とかでね、話になることが結構多いんですよ。でその時にどんぐらいやってんのなんていう話になって、で、あ、一応今3年目ですみたいな言うんだけどさ、私もう丸2年やってんだっていうことになんか新鮮に驚けんの。そっか、丸2年毎週水曜日有楽町に来てたんだっていうのがなんかしっくりきてないっていうか、そんなやってるみたいな感覚になるんだけど、だからその2年間叶えてまだなかったことが、まあ、いろいろ叶えてきましたよ、ありがたいことにね。だって、まあ、大きいので言うとさ、サンドイッチマンさんに会えたとか、あとは、わしおが本当に満額しちゃったとか、本当もっともっとね、もう信じられないようなことがいろいろ起きて、この2年間で。いろんな夢が叶ってきたけど、このふるさと、宮城県での東北放送さんからの生放送も、まあ、かねてから、本当に自分がパーソナリティになった時ぐらいからずっと番組のチームで話してたんですよ。いつか宮城出しやりたいねとか言ってる中で叶って、もうそれだけで嬉しかったのに、東北放送の皆さんにも大歓迎していただいてありがたいことにね。もう本当にそのウェルカムボード。結構大きかったですよ、ウェルカム。1メートルぐらいありましたよね。1メートルないぐらい、1メートル×50ぐらいかのサイズあったんですけど、あまりに嬉しくて、これ持って帰っていいですかって言って持って帰らせてもらって、大きいボードをそのままで、でもなんかもうもろバレなわけ、その私の顔と乃木坂46のオールナイトニッポンって書いてあるから、もろバレだから持ち運びが難しいってなって、でマネージャーさんとね、一緒に行ってたんですけど、マネージャーさんが次の日の早朝に東急ハンズに行って模造紙を買ってきてくれて、それで包んで見えないようにしてくれて、何その次の日がね、ショーアップナイターのあれが中継があったので、それをホテルから持ってきてくれたんですけど、さすがに大きいじゃん。で、さすがに一回警備の人に止められたらしい。これは何ですかって言って、ショープナイターの方の中継で使うんですけど、って言って、中入ったらしいけど。めっちゃ大きかった。それぐらい大きいウェルカムボードいただいて、本当に嬉しかったんですけど。さらにサプライズで、マイヒーロー、もう、かれこれ9年目になります。ファン歴の、イーグルスの茂木栄五郎選手。そして私たちの乃木坂46の曲を登場曲にね、使ってくれている巨人の泉投手からも本当サプライズでした。メッセージもいただいて。嬉しかったね。本当に、もうさーって涙が出てきたの。茂木選手の声を聞いた瞬間に。で、今まで私がもうずっと一方的に、茂木選手好きです。本当に応援してますっていうのをずっと言い続けてきて、だけど、別に届かなくてもいいの。私は応援をしたいだけだから、もう届く届かないじゃなくて、好きな選手誰ですかって聞かれて、あ、茂木栄五郎選手ですっていうの変わってないから事実として言ってただけなの。でもそれで何も良かったの。それだけで良かったの。なのに、ファン歴9年目にして初めて、あちらサイドからこちらに向けての視線というか、アンサーじゃないですけど、なんか返答みたいなものをいただいてしまって、いや、こっちとら9年目だから、ファン歴。どうしたらいいか分かんなくなっちゃって、9年目で初めてですよ。だからもうさーって涙が出てきて、そのぐらい嬉しかったんですよ。本当に嬉しくて、だもう宝物だなーっていうメッセージもあって。あと、泉投手も、なんか初めて行ったライブが3期生ライブ。そうね、たまみ聞いてよ。ごめんね、スタジオの外に。巨人の泉投手っていう選手がずっと3期生曲を登場曲に使ってくれてたの。そう、嬉しいじゃん。その選手がね、初めて行ったライブが乃木坂の3期生ライブだったんだって、単独の。光栄ですと。嬉しいよね。本当に嬉しいよね。でもね、誰推しか気になるじゃん。誰推しですかって、ディレクターさんが聞きに行ってくれたんだって。もう、かたくなに3期生推しですって言ってるんだって。どう思う？って言ってる。誰だろうね。いや、誰かだとは思うんですけど、確実に久保じゃないよね。気遣ってくれてるよね。
いや、嬉しい。でも多分この番組も聞いてくださってるのかな。だから、時々ね、聞いてくださったりしてるのかもしれないような、言葉もいただいて嬉しかったです。本当に。これからも応援してます。ありがとうございます。と思いきや、さらには、もう十分よ。本当に。なのに、スタジオの方にはモンキーマジックの皆さんもね、生登場してくださって、嬉しかったね。ほんといろんな話、終わった後もずっと待っててくださって、その番組全部終わった後にもちょっとお話しさせていただいて、本当にお優しくて、本当お人柄というか、本当に惚れてしまって、いや、改めて本当宮城への愛みたいなのがさ、こう一緒の同じベクトルで話せる方ってやっぱり嬉しいじゃん。サンドウィッチマンさんもそうだし、だからすごい嬉しくて、本当にまたお会いしたいなーって思いましたし、で、皆さんには、リスナーの皆さんには月川柳いただいて、萩の月のプレゼントっていうのもね、初の試みでありましたし、あとはその、まあなんかまあ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 、まあ、電話でなんかあったか、誰か出たかあったか、姉か、久保のどう思う？開始早々にさ、いつも姉がお世話になってますっていうミス、どう思う？あれなくない？あれ、そうなのよ。その終わった姉がね、出番が終わった直後に連絡取ってて、ありがとうみたいなの送ったら、なんか緊張しすぎた。自分で書いた妹の文字が姉に見えた、爆笑ってきたの。全然反省してないのに、さっき連絡来て、なんか、またその話になったんですよ。その、知人から結構連絡が来たと。姉の方にも。結構連絡が来たって言ってて。で、ああ、やっぱそうだよねって言ってたら、なんか次は夢の、聖地有楽町に行けることを夢見て頑張りますみたいな返信が来たの。いや、出る気なのみたいな。もういいから。本当に、なんで出る気なのかちょっとよくわかんないんだけど、やっぱ姉もオールナイトニッポンリスナーで、めちゃくちゃ他のね、オールナイトニッポンめっちゃ聞いてるの。だからやっぱ嬉しかったみたいで、よかったんだけど、でもやっぱりどう考えても猫被りすぎてたのよ。なんか本当に放送中に、なんかそんなことないよ、みたいなの言ってたけど、被りすぎてたの。だから私は結構もう言ってやろうと思ったけど、直接会った時にね、言ったら喧嘩になるの分かってたから私言わなかったんだけど次の日ね、そのショーアップナイターの私が中継ゲストで出演させていただいた時に、姉は普通に試合を見に来てたんですね。で、その坂の石川さんとディレクターの大塚さんはお会いできたんですよ。会わせていただいて、姉と。で、そこで言ったの。お二人がいれば喧嘩になんないなと思って、お二人の前で、いや、猫かぶりすぎでしたよねとか言って、いや、そんなことないよみたいな感じで言ってたけど、二人が帰った瞬間、ちょっと喧嘩した。ちょっと喧嘩した、やっぱり。無理だった。話終わんなくて、あの後、実家帰るまでの車、ちょっと静かだったもん。ちゃんと喧嘩した。でも、すごい楽しかったみたいだし、もうね、もう一瞬で仲直りするから、仲いいから。だから、すごい良かったんだけど、嬉しかったみたいで、姉も。本当ありがとうございました。そう、それで、その日ね、翌日の木曜日。宮城で行われた日本放送ショーアップナイターの楽天巨人戦の中継にゲスト出演させていただいたんですけど、ナイターだったんで、夕方からだったんですよね、その中継っていうか、そのお仕事自体が。なんで、それまでちょっと空きだったんですよ、ラジオ終わって。で、その、さすがにラジオ終わりがさ、まあ3時じゃないってなって、そっから実家に行くのもなと思ったんで、ホテル取ってもらって、泊まったんですけど、もうチェックアウトがあるじゃない。で、チェックアウトが午前中だから、開くわけですよ。どうしようってなって、よくこの番組で私が青森に旅行に行った話をしてる地元の唯一の友達に連絡して、空いてるって言ったら、空いてるって言って車出してくれて、ちょっと一緒にカフェ行ったりとか、お買い物行ったりとかして、過ごして。それもね、背中だけ会いましたよね、その、その子が、そうなんですよ、実は。普通に、集合がね、それはスタジアムだったんで、スタジアムまで送ってくれて、私一人で行くの不安だからって言って、マネージャーさんと合流するまでずっと近くにいてくれてで、すごい楽しく満喫してましたね、宮城で。中継の方は実況がケム山アナウンサーで、解説が我らがイーグルス初代監督の田尾康さんということで、もうラジオの中継にお邪魔するのが初めてだったので、すごい緊張してたんですよ。さすがにそれは緊張してたの。始まる前とかやばかったですよね、なんか急に緊張しだしちゃって、どうしようみたいな感じになってたんですけど、でも、その、
ケムケムさんとは一回その特番でご一緒させていただいてて、その時にタオさんと電話でお話しさせていただいたこともあったので、すごいね、楽しんでできましたね。すっごく楽しかったなーっていう思いでいられたんだけど、やっぱケムケムさんのその何実況を間近で見てめちゃくちゃかっこいいと思って、やっぱすごい言葉がさどんどん出てくる。私思った、ケムケムさんを隣で見て、私今度自分でその野球見ながらケムケムさんの真似してみようと思った。なんかピッチャー投げたなんとかなんとかみたいなやつかっこよすぎて、それ私もやりたいって思って、なんかすっごいかっこよかった。まあゲストってなると立場もまたなんかコメントとかもさ、なんかすごいまた違うじゃない、それはね、実況の方とか解説の方とかまた違う目線のこうあれだから。でも実況がかっこよすぎてやっぱ生で見るとすごいなって思って、またタオさんともタオさんがね、そのスコアの付け方とかを教えてくれてたんですよ。そのここはこうやって付けるとこれが見やすくてみたいなのを教えてくださって、楽天のね話とかもいろいろ合間合間でしてくださったりとかして、あ、そうそうそう、タオさんに名刺も渡せました。そうそう、ショーアップナイター、公式応援マネージャーの名刺も無事に渡せたんですけど、私さもうこれほんとうっかりね、名刺東京に忘れてきちゃってうっかりしてたんですよね、ほんとにうっかりしてて、で番組チームが来てくださってたので、ちょっとごめんな、ほんと最低です、貸してくださいって言って回収回収って言って何枚か回収して、でタオさんに渡して、タオさんその場ですぐ写真撮ってくれて、こんなのがあるんだすごいって言って写真撮ってくださって嬉しかったですね、本当に嬉しかった。だからまたね、ぜひぜひ中継ゲストいつかできるように、その時はもっといいコメントできるように頑張ろうなんて思ってましたけれども、そうオールナイトのさ前の日には中継そのあったんですけど、それもショーアップナイターの中継が清水アナだったんですけど、清水アナから番組に応援のメールが来てたんですってね、嬉しい。しかも清水さん、なんか前にさ、オールマイティ、向井オールマイティ葉月ちゃんと特番やった時に、清水アナに、私がイーグルスウォーターのおすすめをしてたんですよ。その、スタジアムにある、自動販売機に、ランダムで選手の、ラベルが出る水があって、それのおすすめしてたら、それ多分やってくださったのかな？動画を X に上げてくださったのかな？なんかファンの方が教えてくださって、嬉しいね。本当に嬉しかったです。で、しかも、この日サンドウィッチマンの伊達さんも弾丸で試合見に来てたらしいですね。知らなかった。ヘルメット持ってきてたのに、見せたかった。前ね、そう、前も私がお仕事で行った時に来てくださってて、その時はヘルメット姿見せられたんですけど、いつも持ち歩いてますんで、伊達さん。もうそれだけは。お伝えしておきますね。で、そっから、この一週間割と、まあ、始球式もあったんで、宮城に行くわけですけど、いるわけですけど、金曜日が空いたね。この金曜日は、実は東京でお仕事が、だーってここぞとばかりに詰め込まれたので、ずーっと一週間宮城にいることはできず、金曜日、だナイターだったから木曜日が、金曜日の朝帰って仕事して、土曜日の朝また入って始球式っていう感じだったんですけど、どうでした？見ました皆さん。どうだった？もうこの春から毎週オールナイトニッポンの前に練習を重ねてきたわけですよ。だからどんぐらい練習したの？みたいな質問を受けるたびに、週1ですと。週1で練習投げ込みやってましたっていう言い方してたんだけど。でも正直今までで一番リラックスして投げられたんですよね。なんか緊張したかと言われるとしました、そりゃ。始球式自体は5回目なんですけど。緊張したんだけど、なんか練習の時からそのすごいことに楽天イーグルスのアンバサダーの銀次さんとキャッチボールでねやらせていただいて練習させてもらったんだけど、去年までは練習の段階ではワンバンになっちゃうこと結構あったって、あこれ大丈夫かなみたいなことあったんだけど、今回一回もなくて全部いいコースに練習から決まってたから、いけるんじゃないかなって自信はあった。でもやっぱあそこのマウンドに立つと全部そういう今までやったこと飛んじゃうから、もう体で覚えてることしかできない、緊張で飛ぶと思ってたからすごい緊張してたんだけど、このオールナイト前に練習してる時にバッターボックスにバッターもう立ってもらって練習してたのね本当にそうなの、もうバッターも想定して
で入るところからやってプレイボールとかも全部シミュレーションでやってるから完璧だと。でよしできるできるできると思って、できるできると思ったら、私の目線から言うとマウンドに立つから、バックネット側が見えるじゃないですか。そしたらバックネット側にね、バックネット側のちょっと私から見て右側、もうほんと真裏よに久保栞里タオルがドルルって並んでるとこがあったの。なんかテレレって並んでたのね。ん?と思って、それが何かって、あのね、オールナイトチームみんな来てくれたのみんな見に来てくれてて、宮城までよ。忙しいよみんな。なのにだって水曜日のさ、あのオールナイトニッポン東北放送さん出しの時はここ有楽町で繋いでくださってた方もいるわけですよ、がみんな宮城に土曜日来てくれてバックネット裏で横一列何人ですかあれ、合わせてあの横一列で 7? 愛だよね、嬉しくてさ。だから私の始球式の動画とか上げてもらってるんですけど、よく見るとあ、なんか私がちょっとニコってしてんの。それ何かって、オールナイトチーム見つけて嬉しくて、めっちゃ嬉しくて、そう、くぼちゃん今やってくれてる三浦さんがくぼちゃんみたいなタオル、紫のタオルがめっちゃ並んでて、絶対オールナイトチームや、嬉しいっていう反面、一番練習付き合ってもらってた人たちだから、あれこれやべ、ミスったらなんか一番残念がある人たちあそこにいると思って絶対ミスれないって思いながら投げたんで、まあ、結果なんかその動画を見せてもらったんです、オールナイトチーム目線の動画見せてもらったらすごい盛り上がってね、らっしゃって、皆さん嬉しかったです、ありがとうございます。どうでした松岡コーチ的には。100点ですか、ありがとうございます。うわー嬉しい、やっぱコーチにさ評価してもらえるのがさ一番嬉しいじゃん、身近なコーチがもうずっと教えてくれてたから、つきっきりで1対1よ、1対1で投げ込み教えてくれてたから、投げ方嬉しい、コーチが褒めてくれる、嬉しいよ。メール来てますよ、京都市右京区高校1年生レフトゴロ君からです。久保さん、土曜日の始球式本当にお疲れ様でした、ありがとうございます。野球経験のある僕から忖度なしの感想を言わせていただきます。まずフォームがめちゃくちゃ綺麗でした。軸足にしっかり体重が乗っていたし、左手をまっすぐ前に出す山本由伸選手を彷彿とさせるフォームには驚かされました。さらにストライクゾーンからアウトコース低めに逃げていく高速シンカーのような球と軌道、そしてノーバウンドでキャッチャーに届きキレッキレでした。楽天は試合こそ負けてしまいましたが、茂木選手をはじめ楽天の選手たちの力になる最高のピッチングだったと思います。嬉しいね、ありがとうございます。そう、めっちゃ嬉しいね、ピッチングフォームそんな褒めてくれるんだ、東京都江東区35歳スラッシュアッパーさん、久保さん、イーグルス戦での5回目の始球式お疲れ様でした、ありがとうございます。クライマックスの、あ、違う、 CS の中継で見てましたが、解説の元ヤクルト川崎健次郎さんがいい球筋ですねとガチ褒めしてました。嬉しい、本当めちゃくちゃ嬉しいね、こんな褒めていただいてたんですか、知らなかった、嬉しい。宮城県名取市チャーさん、久保さんお晩です。土曜日の楽天イーグルスのイベントや始球式お疲れ様でした、ありがとうございます。東北放送からのオールナイトニッポンを聞いた楽天イーグルスの応援団の方々が番組の中で茂木選手からのサプライズメッセージも流れたので、始球式当日、始球式の際茂木選手コールと同じように久保久保久保しおりってコール入れたいから皆さん協力お願いしますって呼びかけてたので、頑張って声出してコール入れたんですが、久保さんは気がついてくれたでしょうか。始球式の緊張で周りに耳を傾ける余裕もなかったとは思いますが、外野からも声援を送ってました。もし気がついていなかったのであれば来年リベンジします。応援団の方もよろしくお願いします。本当だ、本日の始球式では模擬コール風に久保久保久保しおりコールを入れたいと思いますっていうホワイトボード。そう、これさ、私もう正直な話、あまりに緊張してたから当日気づいてなかったんですよ。なんだけど終わった後に姉から連絡が来て、これ見た、これ聞いたって言って教えてもらって、そのなんか動画があったのかなを見せてもらったの。本当に泣いた、嬉しすぎちゃって。そんなないじゃないですか、始球式やらせていただけるだけで光栄なのに、そこでコールというか、しかも私の大好きな茂木エゴロ選手のねコールをやっていただくっていう、本当に嬉しくて、なんか夢のようでした。で後にさ始球式の動画見せてもらったら本当に入っててコールが、嬉しかったです。私は本当に嬉しかったです。皆さん本当にありがとうございます。いや宮城あったか、本当大好き、本当に嬉しい。そうで、そんな茂木選手ですよに会えたのかっていう話ですよね。
コメントでねお会いしましょうなんてことも言ってくださってましたけど、会えました会えました。9年応援し続けていて初めて会ってしまいました。緊張しちゃって、いつも応援してます、これだけです。伝えたのは、私が伝えられたのは、いつも本当に応援してます、本当に本当に応援してます、本当に本当に応援してますって、このテンション嫌われたかもしれない。マジでなんか本当に応援してる人に会うとああなっちゃうんだね。本当今のテンションで言っちゃうと結構マジで本当に、でもいい、応援してるだけだからそれが伝われば私は本当に嬉しいです。で結果的には交流戦最終戦で我らがイーグルス交流戦優勝、本当におめでとうございます。いやー、20年の歴史で初交流戦優勝どころか2013年以来ですか、タイトル獲得っていうのはもう明るいニュースですよね。ファンとしてはちょっとやっぱどうしても嬉しいので、ちょっと優勝のね時の音声あるそうなので聞いてみましょうか。ダイヤモンドの中心は則本貴弘、5対3、イーグルスリードは2点に縮まって9回の表、ツーアウトランナー2塁、ワンボールツーストライク、則本が投げました、インコースストライク、見逃し三振、スリーアウト、セット風船の横に入って5対3、イーグルスがセ・リーグ首位カープの反撃を振り切りました。いやーよかった、球団創設20周年、交流戦初優勝が大きく近づきました。得点は4対1、タイガース3点リード、9回の裏、第4球を岩崎が投げました、緩いボール空振り三振、試合が終わりました。4対1でホークス今日は敗れました。この瞬間、楽天モバイルパーク宮城の東北楽天ゴールデンイーグルス、球団史上初めての交流戦優勝が決まったということになります。ねえ、そう、結果待ちでね、ちゃんと結果待ってで優勝が決まったっていう形でしたけど、いやー本当よかったね。私優勝決まった瞬間お仕事してたんですけど、実は始球式の次の日も宮城でお仕事があって、宮城でお仕事してたんですけど、そのお仕事のチームがみんな野球ファンだったの、みんな野球っていうかみんなイーグルスファンだったので、みんな楽天の T シャツ着てその日撮影してたみんな着て撮影してて、でもその撮影しながらだからあれだったんだけど、ギリギリまでその中継をずっとラジオで聞いてたんですけど、もうその優勝が決まる最後のバッター最後の打者の時はもう撮影やんなきゃいけないから、カメラの前に立ってこう撮影、私は何にも言ってないですよ、野球の話私何にもしてないんだけど、私がこうやってパッてカメラの前に立ったらスタッフさんがカメラの横でこうやって中継画面出してくれて、中継画面、カメラじゃなくて中継画面こうやって見ながら、あすいませんとか言って、みんなも見てるから、みんなも気になってるから、いやこれ決まんないと撮影できないよみたいな感じだったんだけど、カメラ構えてる横でずっとこうやって中継見て、ちゃんとそれでね、優勝が決まった瞬間っていうのもちゃんと知れて、リアルタイムで知れたのでね、で地元にいたっていうのがまた嬉しいですよね。地元に入れた、宮城にいる時に優勝が決まったっていうのも嬉しかったんで、まあ和潮が話したいでしょうから、こんだけいっぱい話しちゃったけど、あとは和潮に任せましょう。それでは今週もそろそろ行ってみましょう。久保修理がこの後3時まで生放送、乃木坂46のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、今週もお願いしますお願いしますお願いします。宮城県出身の22歳、先週の放送で姉の口から飛び出した天使ごっこの件はお口にチャックをお願いしたい、乃木坂46三期生久保修理です。本当に封印してください、なんかトレンド入りしてたんでしょ天使ごっこが、やめてくださいマジでお願い、本当に言わせてくんない、天使ごっこ、え何じゃなくて本当にマジでそう、なんか手にはめてたよねじゃなくて忘れてほしくて、たまみ知らないでしょ天使ごっこって何か、噂に聞いてる、ほらやばいじゃん、もう知っちゃってんじゃん、なんで知ってんの、誰言ったの、本当にお願い忘れて、天使ごっこの件はもう私の中でもう封印した過去なので、ここで別に説明もしないですけれどもさて、仙台からお送りした先週の放送に続いて、実は今週の乃木坂46のオールナイトニッポンには乃木坂メンバーが生登場してくれます。そのメンバーは私と同じ3期生から東京都出身の22歳、すでに7月中旬をめどに卒業することが発表されている坂口珠美ちゃんです。坂
サムミは今年の4月に続いての生登場でございますね。嬉しいね。そうなんですよ。そんな坂口珠美ちゃんはこの番組では乃木坂きってのくぼってるメンバーとしておなじみなんですけど、くぼってるっていうのはこの番組ではついてない、運が悪い、影が薄い、ここ一番に弱いっていうのを全てひっくるめた言葉で、毎年年末にはね、リスナーの方の中で1年間で最もついてないエピソードの持ち主を決めるくぼってる大賞をやってるんですけど、このくぼってる大賞にエントリーできるほどのエピソードの持ち主が珠美なんですね。でどんなエピソードがあったかっていうと、まあそのグループ LINE で誕生日を祝う流れがメンバー全員あった中、忘れられてるとか、隣にいた人のはずが あれあの時いたの誰だっけって言われるとか、そういうねのがあったんだよね。微笑んでうなずいてくれましたけど。そうだからこそ卒業が発表された時、卒業までにね番組に来てもらって上半期くぼってる大賞やろうなんて話で盛り上がってたんですけどね、さすがに皆さん覚えてるとは思いますが、ただ、さすがくぼってるクイーンと言っていいのか分かんないですけど、前々からね今週の番組に来てくれること決まってたのに、なんと先週の番組の中で今週来ることをお知らせするのを忘れてました。どうなのこれ、こんなことってあんの。おこだよ、久保も。久保今まで何リスナーさんに対して怒ることあったけど、私マネージャーさんには怒ったことないよ。私たちかもしれない。誰も悪くない。これ本当にね、そう誰も悪くないっていうことにしてほしくて、本当に申し訳ないです。そのまあ、宮城での放送っていうのもあって、いろいろね詰め込んでくださってたのもあってっていうのもあるし、ただ誰か一人ね気づいてほしかったっていうのはやっぱ思っちゃう、どうしてもね。だけどこれはもうリスナーの皆さん、本当に私が言っていいことかは分かんないけど、誰も責めないで、みんな悪い、私も含めてみんなが悪いから、誰も責めない、責めていいのはたまみだけ。たまみが私たちを責める分にはもう何でもする、何でもするから、本当にどこへでも連れてくし、何でも作るし、何でも償うから。あ、ハートだって、たまみがハートをくれているので、ね、どうか皆さん許してください。ちなみになんですけど、毎年聞いてくださってる方はよくご存知のように、くぼってる大賞はエピソードが長文になりがちですと、とても今からメールを募集してすぐ届く企画ではございません。そこで今週はくぼってる要素もありつつ、比較的手軽にメールを送れるこんなテーマで皆さんからメールを募集することになりました。題してイエスだったらくぼってる、くぼってるチェック。今週はあなたの今までのくぼってた経験をもとに、答えがイエスだとくぼってる認定できるイエスノーチェックを作ってメールを送ってきてください。例えば、友達何人かと食事に行って、いつまで経っても自分の頼んだメニューだけが出てこなかったことがある、イエスはノー。これはまだノーなんじゃないって思うけどね。これでくぼってセーフ、びっくりした。そう、これがイエスだったらだいぶ全部くぼってるになっちゃうから、まあジャブ程度ですよね。これはまだまだじゃない。これはたまみは経験ありますか。あ、大きい丸を作ってある。あるんか、たまみあるんか、切ないよ。日常茶飯事です。たまみ寂しいよ、そんなこと言わないでくれよ。まあ他もあるから聞いてみよう。さらに、卒業証書や卒アルの自分の名前が間違って書かれてたことがある、イエスオアノー。まあこれはまあイエスかな、さすがに。さすが、何これ。この音何。いやこれは、まあ、卒アルはさすがにないけど、よくあるっていうか、私はやっぱさ、名前を書いてもらう機会がこのお仕事してるから多分多いじゃん。で、しおりって感じが多分珍しい、多分っていうか珍しいのかな。だからやっぱ間違えられることはよくあるんですよね。とか、久保田とさんとか言われる、その、久保なんとかとか、久保田さんとかいう間違え方もよくされてきたから、これはあるけど。たまみって間違えられることある？ある。あ、坂が違うんだ。何編っていうの？土編の坂にされちゃうんだ。本当は小里編なのにね。あ、それはあるね。やだね。これもやだね。他も聞いてみようか。さらに、前の日の試合で大活躍した自分の推しの選手が自分が見に行った試合でスタメン落ちしたことがある、イエスはノー。まあ、これ私がイエスですね。持ってる。これ何？めっちゃいいじゃん、これ。欲しい、この音。配ってる。これはね、あるよ。全然ある。
私はある、どうしてもああ今日出るかなと思って、あ二軍行っちゃったみたいな経験はあるね。まあこれはでも曇ってるって言っていいのかなっていうレベルの私と玉美ですから厳しめに行きますけど、こんな感じで今週はあなたの曇った経験をもとにイエスだったら曇ってることになるイエスノーチェックを送ってきてください。番組のメールアドレスは乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂のスペルは NOGIZAKA、 オールナイトニッポンのスペルは ALLNIGHTNIPPON です。あなたからのメール待ってます。そして番組では X もやってます。アカウントは乃木 46ANN、 乃木 46ANN、 ハッシュタグは乃木坂 46ANN をつけてポストしてください。乃木坂46のオールナイトニッポン、この番組は明星女神、ガチャガチャの森、エイブル、ブルボン、日清気候、種の滝、ライオンケミカル、住友金属鉱山、夢神、帝人ファーマ、UBE 三菱セメント、太陽生命、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。姉は何を頑張ることで有楽町のスタジオに来ようとしてるんですかね。本当に分かんなくて、何を持って来ようとしてるの。絶対天使ごっこの話すんなよ。乃木坂46のオールナイトニッポン、早速メール届いてます。仙台市青葉区19歳女の子のサンサンちゃんからです。15日の始球式お疲れ様でした。私はその日球場のスタッフとして働いてたんですが、しおりちゃんのパネルと一緒に写真を撮ろうと長い行列ができてました。満員御礼で今シーズン最多の動員数という中でのノーバウンドの始球式、とても素晴らしかったです。お客さんの歓声も大きく、やはり宮城県民に愛されているんだなぁと誇らしく思いました。嬉しいね、本当に嬉しかったです。なんかそのきっと本当にそんなんだろうな、多分中には私のことを応援してくださってて見に来てくださった方もいらっしゃったと思うんですけど、そうじゃなくいつも野球を見に、野球が好きで来てくださって、あのスタジアムに行ってる方がすれ違う時に、あちゃんくぼだとか、あしおりちゃんみたいな、本当なんか親戚かのように手振ってくださったりとかしたで、一回あの移動してた時にカープファンの方と、カープファンのあの二人のお母さん二人と一緒になったのね。その時になんか、あしおりちゃんじゃんみたいな、やだごめんねこんな格好で、やだごめんねみたいな、カープファンなんだけど、めっちゃ応援してるよみたいなことを言ってくださって、すごい嬉しかったんですよね。なんかそのもちろん宮城県の方だったりイーグルスファンの方が知ってくださってるのも嬉しいけど、そうやってセリーグのさファンの方にとって多分私なんて知ってると思ったことなんてないから、そうやってね声かけてくださって嬉しかったなっていうこともあって嬉しいね。しかもパネル、そう私のパネルとオールナイトチームの皆さんも写真撮ってくださってね、宝物ですよあの写真。そして北海道かさぶたさん、久保さんのお姉さんが猫をかぶったのも仕方ないです。お姉さんは念願のオールナイト日本出演だったわけです。先週の放送はお姉さんにとっては今後のオールナイト日本出演をかけたオーディションみたいなものなので、よそ行きの発言なのは許してあげてください。お姉さんはオーディションで天使ごっこというフレーズも残していってくれたので、ほぼ合格でいいと思ってます。私は不合格だと思います。天使ごっこ何で知ったの玉美は。え、なんか風の噂で聞いた。どっから流れてんのかが本当に怖くて気になる。どうやって、私は天使っていう風に遊んでたの、なんで知ってるの。それ合ってて、おお、そうそうそう、気になってた、ずっと聞こうと思ってた、ね、あ大丈夫なんだけど、あのねフルーツとかにさ緩衝材ついてるじゃん、うんうんうん、あれをね手にこうやってはめて、うん、ステッキを持って、うんうん、私は天使よって遊ぶのを天使ごっこ。恥ずかしい。可愛いけど。いやでも幼稚園までよ。幼稚園だったら可愛いよね。うん、可愛いけど、うん、今聞くと恥ずいね。恥ずいよね。それを公共電波に乗せて言う姉が怖いよ、私は。本当に恐ろしいよ。天使ごっこ。天使ごっこやられました。天使さんって呼んであげようか。やめてもらってもいい、そんな。ぶっこむな。まあ、というわけで、それではここでこの人の登場です。私と同期の乃木坂463期生から、来週火曜日6月25日に写真集青いバラが発売になる坂口珠美ちゃんです。はい。お願いします。お願いします。たまみです。たまみちゃん、はい、本当にごめんね先週。
申し訳ないね。全然かすり傷にもなってません。どんな傷を負ってきたの？そんな。もう本当にごめん、ね、ありがたい。何でもするから言って。はい。本当に何でもするから。ちなみに普段は、うん、私はたまみって呼んでるね、うん、私のことなんて呼んでる？くぼ？くぼかくぼちゃんか、くぼちゃんかくぼか、そうだよね、はい、ぐらいか。私はずっとたまみって呼んでるんですけど、ね、私たちはね、そう、同い年で同期っていうことで、はい、うん、この前たまみの発案で3期生でピクニックにね、はい、行ったんですよね。行きました。楽しかったね。楽しかったね。ナイス発案でしたよ。わあ、ずっとやりたかったんでしょ。やりたかったので、うんうん、グループトークにね、ね、行ける人って言って、言ってね、募ってその前にさ、個人で連絡くれたじゃん。そう、ピクニックしたいみたいな、はい、で私がもう、これはたまみがね、よく言ってくれてたの、うん、その卒業が決まってから、たまみ卒業までにこれがしたいっていうのを明確に言ってくれてたじゃん、はい、これとこれとみたいな。そこにピクニックが入ってた、うん、だからたまみから連絡来た瞬間にこれもうやるしかないと思って、ありがとう、すぐね、この行ってどうって言って、うん、でも私が招集すんのもなと思ったから、たまみに行け行けって言ったら、珍しかったね。グループ緊張しなかった？緊張したね。その話よくするよね。グループトークってちょっと緊張するんですけど、うんうんうん、送るのね、送るの。そう、みんな反応してくれたもん ね、嬉しかった。よかったよ、みんなで行けてね、うん、あの時も私だけイーグルスのユニフォーム着 て、はい、ごめんね、うん、びっくりした。そうだよね、はい、ピクニック待ち合わせしてね。うん、でもそれも噂に聞いてたから、全部噂に聞かれちゃってる、ね、なんか来てくるかもよみたいな。あ、聞いてたんだ、はい、ごめんね、なんかほんといろいろやって、うん、お似合いでした。ありがとうございます、はい、そんなたまみ、はい、写真集が、はい、いよいよ来週発売になります。おめでとう。ありがとうございます。今の心境はどうですか？ああ、いよいよだっていう。そうだね、うん、どうなの？でもその写真集出すって聞いた時は、はい、どう思ったの？わあ、でもずっと夢だったけど、うんうんうん、あんまり声を大きくして言えなかったから、うんうんうん、あ、夢が叶ったっていう感じで、うんうん、嬉しかった。私もすぐ言ったもん、たまに。嬉しいって言って。いつもね、うん、なんか先行カットが出るたびに褒めてくれるので、うん、いや、ほんと可愛いのよ。マジ感謝。マジ感謝。本当にどんなお洋服も似合うし、どんなカットも本当可愛く、全部可愛くて嬉しい言ってたんだけど、他のメンバーの写真集とかも見たりと、はい、なんか好きなんだよね、多分写真集見たりするね。そうなのです。いろいろね。そうなのです。先輩のもこう見てて憧れてたし、うんうんうん、もちろん久保ちゃんのもあらたくさん見て、そうだ、そう、話聞いてくれたんだよね、いろいろ。そう、これどうやって撮んのとかさ、そうそう、どうなってんのとかさ、なんかこう水着とかさ、うんうんうん、ランジェリーとか初めてだったから、うん、くぼちゃんにね、うん、ちょっと先輩として聞いてくれたんだよね。いろいろ聞きましたね。いろいろ聞いてくれてましたけれども、うん、あれ、なんで香港とマカオにしたの？は、うん、あのマカオのこうキラキラした雰囲気がすごい憧れてて、うんうんうん、でちょっとそういう都会的な感じもありつつ、うんうんうん、なんだろう、人がこう賑やかな感じもある、うんうん、香港とマカオがすごい惹かれて、うんうん、そこにしたいですって言いました。いや、めっちゃ素敵で、私も実はね、見せてもらって、はい、素敵すぎちゃって、いろんなカットがね、本当にあって、うんうん、いろんな衣装もあるけど、その、ここの場所ならではのね、うん、衣装とかもあったけど。そうですね。私が好きなカットは、はい、どこまで言っていいのかな、あの、後ろの方の。あ、よいよいよいよ。よい？よい。あの、ピンクの。ああ、よいよいよ。あの、ピンクの、まあ、うん、あのね、発売されたら見てほしいんですけど、はい、霧のね、うん、あれがもっと綺麗。ああ、霧のね。そう。え、本当にすごいんだけど、あの前髪似合うのすごい。嬉しい。どの前髪も似合っちゃってたから、すごい綺麗でしたけど。ありがとうございます。どうですか、あの、青いバラっていうタイトル。はい。この意味っていうのは。うん、いや、青いバラは、うん、そうですね、秋元先生に考えていただいて、うん、うん、なんか、私も昔に、ブログのタイトルにしてた、すごくことがあって、うん、それも本当たまたまなんだけど、うんうんうん、そう、なんか花言葉が奇跡が起きるっていう意味で、うんうんうん、そう、それがすごい素敵だなと思って、うん、大好きなお花だったので、うんうん、ビビッとこれだっていう風に決めました、うん、素敵だもん、なんか本当ぴったりって思った、すごい嬉しかったけど、嬉しいです。そんな、なんか聞きづらいんだけど、うん、その写真集出すと、まあ必ず聞かれる質問してもいいですか、ね、はい、写真集の出来栄えは何点ですか？うわ、出た、交差点。ほんとすいません、全部知ってんだ、たまみって全部知ってんだ、うん、そっか、実は知ってるよ、知っちゃってんだ、うん、交差点のやつ、交差点ね、交差点のやつ知っちゃってんだ。そうそう、その交差点みたいなやつあるんだけどね、うんうん、もうでもほんと
すごいいい、はい、自分としてはもう本当に満足っていうか、うん、もう本当に思い通りにできたっていう感じ。あ、交差点の話しかと思って。あ、違う、交差点の話はもう良くて、はい、その青いバラの話だった、うん、本当に、 うん、そうだね、もう今までで一番って言っていいぐらい、嬉しい、自信作というか、嬉しいね、うん、本当に楽しんで挑めました、うん、よかった、見てほしいね、うん、見てほしいです。そして坂口珠美ちゃんといえば、はい、卒業もね近づいておりますが、はい、卒業セレモニーが7月15日に決定いたしまして、はい、1ヶ月を切りましたけど、うん、どうですか、まだ卒業する実感ってどうなの、うん、今あります、あるんだ、はい、へえ、結構あ、このお仕事も最後だとか、うん、増えてきたよね、うん、写真集もそうだし、うん、なんかそれですごく実感して毎日生きてます、うん、へえ。なんか私としてもさ、まあ、同期の卒業もね今まで見てきたけど、うん、そうだね、同い年で同期の卒業を初めてすぎて、うん、はい、てか私正直な話、たまみともっとずっと一緒にいると思ってたの、うん、だから、うん、本当に私は逆に実感がなくて、うん、てか実感しないようにしてる、へー、なんかね、どうしてなんかすごい難しくて、うん、実感しちゃい、まだまだ嫌と思って、その嫌っていうのはまだ実感するには早いのかなみたいな、うん、実感しちゃうとやっぱ寂しいなーっていう時間が長くなっちゃうから、うん、多分ギリギリに実感するんだろうね、うわーって思いながら、気持ちもね、うん、感じたよね、わかる、あ、本当、うん、今までのこう先輩とか同期を見ると、うん、8年間だよ、だって同期だから一緒にいると、ね、うん、玉美の中でさ、じゃあ3期生、はい、としての一番の思い出って何、はい、うわー、むずい、いろいろあるけど、え、でも自分でもいいよ、自分が、なんだろうな、私はもう玉美との思い出は、はい、うん、なんか大きい思い出が何個もあるんだけど、うん、やっぱ私プリンシパルで、あ、そのね、サインのプリンシパルって舞台で、その3役あって、うん、その中の役の一つにサソリっていう役があったんですよ。で、それはダンスがメインの役で、うん、毎日そのどの役をやりたいかを自分でこう立候補して、同じ役を立候補した人とオーディションみたいな形になるっていうので、たまみがダンスが上手だから、うん、サソリ役をね、はい、すごい立候補してたの、はい。で、ある時に選ばれなくなっちゃったんだよね。うん、そしたら、泣いてたの。で、その時に、たまみが、まあ、自己 PR の時間があるんですよ、毎回。うん、自分で、絶対この役やりたいです、よろしくお願いします、みたいな、いう時間があるんだけど、たまみが、それでも、その、浮かれなくて、泣いてたの、うん。で、なんか、もうやだ、みたいな。頑張ろうよ、みたいな言ったら、たまみが、サソリできない。たまみ、サソリ座なのに、って言ってないか。私、それ大好きで。思ってる。ねえ、たまみ、それ明日自己 PR でいいなよ、って言ったら。絶対頑張ります。ちなみに、サソリ座ですって言って、受かったんだよね。受かったんだよね。頑張れた。覚えてる。覚えてる？そう、その、自己 PR で、サソリ座ですって言った後に、うん、裏に戻った時に、うん、久保ちゃんがよくやったよ、みたいな。グッドってやってくれて、うんうん、それ、その瞬間とかすごい覚えてる。覚えてる？うん。めっちゃ嬉しかった。うん、この子泣いて悲しんでんのに、たまみサソリ座なのに、みたいな。よく出てくるなと思って。大好きなの、その話が。懐かしい。懐かしいね、うん。そんなこともありましたけれども。ありましたね。なんかね、楽しい思い出もいっぱいあるけれども。はい、そんなたまみちゃんから、うん、ここでリクエストで一曲、はい、お届けしていこうと思います。曲の紹介お願いします。はい、うん、この曲は、いつ披露しても、ずっとずっと大好きで、うん、幸せな気持ちになる、大好きな思い出の一曲です。それでは聴いてください。乃木坂46で、思い出ファースト。
からは一瞬だけ私久保しおりではなく熱狂的な東北楽天ゴールデンイーグルスファンのあの子が登場します。わしおちゃん。おばんです。わしおです。この前大学の友達が教習所の卒検に2回も落ちたってショック受けてたから、わしを励ますつもりで諦めちゃダメ、2試合合計33対0で負けたって交流戦で優勝できるんだからって言ったら、はみたいな顔されました。さて我らがイーグルスは球団創設20年にして見事なんとかセパ交流戦初優勝を果たしました。おめでとうございます。嬉しいね。まあ、最後はずっと勝ち越していた中、最後広島戦2連敗ということで、わしおはヒヤヒヤいたしました。この頃はね、他の球場の結果も気になりながら試合を見守ってたわけですが、特に土曜日の試合ですよね。まあ、もう本当にあれはよくわかんないアイドルのせいにしていいと思います。よくわかんないアイドルが始球式をやったから負けたんでしょうね。フォームが綺麗だったとか言われてるねらしいですけど、まあ、根本的にストライクじゃねえし、わしおだったら100キロでど真ん中に投げられるし、まあ、なんでわしおへのね始球式のオファーお待ちしてますんで、まあ、肩は常に準備できてるんでお待ちしてます皆さん。さて優勝が決まった最終戦、イーグルスが勝った上で2位ソフトバンクの結果待ちで決定いたしましたね。この時の、ヒーローインタビューの鈴木大地選手の、まあ、静かに待ちましょうっていうのもね、またすごく配慮の行き届いた素敵なヒーローインタビューでしたけれども、そんな中こうやっぱドキドキしながら、どうしてもファンとしてはわしおはねこうラジオを聞きながらすごくその結果を見守ってたんですけれども、無事優勝が決まってすごく嬉しかったですね。この試合4番に座る鈴木大地選手の試合を決めるツーランがあってのことです。最後はね守護神則本投手がちょっとヒヤッと則本劇場がありながらもなんとか抑えての初優勝っていうことで、まあ、今年の交流戦いろんな試合ありましたけれども、やっぱり小郷選手の大活躍というか、コメントでもねぜひ名前をこれで覚えてほしいなんていうこともいろんなところで言ってましたけれども、特に阪神戦ですね、茂木選手、代打茂木選手のタイムリースリーベースからの小郷選手のタイムリーで逆転勝ち、そして巨人戦でも小郷選手タイムリーで逆転勝ちっていうね、そういうシーンがありましたんで、まあ、この後ねペナントレース戻っても活躍を期待したいなと思っておりますし、投手陣、藤井投手が交流戦トップタイの3勝、早川投手は防御率0.39、そして先発に転向した内投手はまあ交流戦前からずっといいですけれども防御率1.06と、もうまあ好投のね本当に投手陣でございました。そして中継ぎの選手もみんな良かったって、本当に楽しい交流戦でしたね。そしてドラフト1ルーキー小蛇投手も中日戦でプロ初勝利を挙げまして、広島戦でも好投を見せてくれました。今後も期待できそうですね。イーグルスは交流戦で借金返済いたしまして5割復帰いたしましたので、金曜日からの日ハム戦はですね今3位の日ハムと2ゲーム差ということで直接対決になるので、まずは目指せ A クラス頑張れイーグルス。翔ちゃんもいい加減マイクを返してもらいましてご機嫌ですね。ここからは再び久保しおりがお送りしていきます。乃木坂46のオールナイトニッポン、今週はここでわしおちゃんが登場しました。まあすいません、たまみさん、はい野球はね全然あれですよね、うん、いやー、うん、そうですねなんでちょっと嘘ついたのあら、茨城県水戸市24歳、内安田さん、小葉さん、泉投手と同じく乃木坂の曲を登場曲にしているイーグルス桜井投手が X に写真を上げてます。彼も3期生推しなのかもしれません。乃木坂46、乃木坂46 ANN、 久保しおりのチャーム見てつけてくれてる、これいつ上げてたんだろう、さっきとか最近、さっき、嬉しい、すごい嬉しいね、すごい。実はそうそう、桜井投手もねあのご挨拶だけできて、あの始球式の時にあなんかすごいあのいつも曲使わせていただいてますって言ってくださって、あこちらこそ本当にありがとうございますっていうご挨拶ができたんですけど、嬉しいよね、ありがたいですね、ありがたいね、作ってくださ使ってくださって、これからもチャーム嬉しい、ずっとつけててくださいね落とすまで嬉しいね、ありがたい限りでございます。このわしおちゃんは現在スクエアエニックスさんから月に2回発行されているヤングガンガンと漫画アプリマンガアップに野球少女わしおアットコミックわしおさんは楽天的でいたいというタイトルで漫画となって連載されてます。次回第7打席は再来週の金曜日7月5日発売のヤングガンガンに掲載、ヤングガンガンではぜひハガキのアンケートにもご協力ください。それでは続いてこのコーナーをお送りしていきましょう。久保しおりだけじゃなく坂口珠美も青春を浴びたい、君が好きだ、本当
中学3年生から乃木坂46として活動を始め、学校生活への青春に飢えている私が、リスナーの皆さんのいかにも青春っぽいエピソードを基本ニヤニヤしながら、時に興奮のあまり立ち上がりながら紹介、皆さんからもらった青春エピソードを明日のお仕事の活力にしているのがこのコーナーなんですが、たまみはね、私たち同い年っていうことで、そうですね、乃木坂に入ったのも同じ中学3年生ですけれども、どうですか、はい、青春っぽい学生行事というか、部活、学校行事、できてた方だと思う？中学生の時は、波にだよね、人波にだったですけど、学園祭とかやったことある、学園祭なくて、ああ一緒だ、文化祭みたいなの、そうなかったよね、高校の時も台風でどっか飛んでちゃって、高校のやつ行こうとしてたの？行こうとしてた、同じ高校で同じクラスだよね。はい。その選択肢あったんだ。そうだよ。私はお友達がいっぱいいたから。そうなんだよ。たまみはいっぱいいたんだよ。そう。わかるわ。行こうとしてたけど、そう、そういう風に。あ、そうなんだ。とか、お仕事とかで行けなかったね。そう、たまみ、だいたい自分のクラスメイトのこと全部たまみから聞いてた。はいはい。何々ちゃんがね、って、こう言ってたよとか全部教えてくれるから。くもちゃんと話したいって言ってたよとか。そうそうそう。たまみがね、教えてくれて。はい、あ、そんな、何々ちゃん、そんなこと言ってくれてたのみたいな感じだったけど。そうか、できてたんだ。部活は中学時代とかは、バド部に。そうなの ?2 週間入ってた。あ、そうだ。仮入部だった。ピクニックの時に私がバドミントンのラケット持ってって、その話したね、はい、2週間そうですね、仮入部で終わったって、仮入部で終わりました。なんでやめたの？あの1年生の時って、階段登ったり降りたりとかで、階段ダッシュね、ああ全然ラケット持ってないんだ、そうだよね、大変だよね、でも私はじゃあ帰宅部になろうって思ってそう大変だよねで帰宅部になったの？はい、帰宅部だったの？帰宅部だった。あ、そうなんだ。何にもやることないじゃん、そのさ、帰宅部もやることがあるにしてもさ、その理由なんだったらさ、他になかったじゃん、何してたの？私帰宅部だったのは、帰って古畑任三郎の、再放送をやってたのね、テレビで、はい、なのでそれを見るためにもう帰宅部一早く帰って走って帰って。なんか、私の中の帰宅部はさ、はい、何、郊外でやることがあるとか、そういうイメージだったんだけど、じゃなく、古畑任三郎をおやつ食べながら見るのが、本当に至福の時間だったんです。あ、そのための、じゃあ古畑部だ。古畑部じゃない。古畑部だったんだ。本当に満喫してました。特殊な満喫の仕方してんだね。いい時間に流れるんですよ。いい時間ちょうどね、はい、帰って、急いで帰ってちょうど流れてるぐらいだったの。知らないことあるもんね。じゃあかなり詳しいんだよ、古畑任三郎。詳しいのですかね。めっちゃ見てる。めっちゃ見てた。すごいね。初めて知った。8年目にして初めて知ることが多すぎてさ。びっくりするわ。そっか、じゃあ中学生、でも私すごい覚えてるのが、中学生、うちらって中3の途中で合格してるから、はい、その後学校にさ、普通に通ってた時期があったじゃん。ね、で、お互いに、まあ私は宮城で、たまみは東京で、やっぱ、違うからさ、行ってる学校が、なんかお互いのさ、話したよね。話したっけ？そう、その学校でどんな感じだったみたいな話したじゃん。したかもね。で、私は割と、なんか誰も触れない雰囲気だった。誰も触れない雰囲気で、だけど卒業式の時に後輩に唯一握手してくださいって言われた。なんか、しおり先輩握手してくださいって言われただけだったの。だけど、なんかあったよね。たまみは結構なんか、手振られたりとか、なんか結構わーって感じだったかも。スターじゃん。すごいね。なんか後輩になんだっけ？なんだっけ、なんかあったよね。後輩に、たまみ先輩じゃなくて、たまちゃんって呼ばれてたの。そう。なんか、後ろから、そう。もう私3年生で多分1年生とかの子が、たまちゃんみたいに言ってきて、で、ファって振り返って、手振って、あ、そっち側なんだ。はい。やるんだ。キラキラしてました。すごいね。さすが古畑部。古畑部。帰宅部の余裕がありましたね。やってたんだ。で、私が後輩に多分やられてた。ちょっとなんか、いいのそれ。先輩でいいのみたいになってたけど。やっぱもう。そんなこともあったね。古畑部は手振っちゃう。ご機嫌ようっていう雰囲気で振ってました。いいな、それもめっちゃ違うな、面白いなと思ってたんだけど。そんな坂口たまみちゃんと一緒に、はい、今週も青春エキスをちょっとだけチャージしていきましょうか。はい、読んでいきますね。岐阜県15歳、大江の方くんからです。はい、
僕は今周りには内緒で同じ部活の女子と恋愛してます。僕は高校に入学してからやったことがないことをやってみようと、見たこともやったこともない和太鼓部に入部しました。しかし入部した僕を待ち受けていたのは礼儀に超厳しく、覚えることもやることも怒られることも多い日々、そんな部活動での僕の楽しみは体験入部の時に見かけた同級生の可愛い子を見ることでした。僕は持っている全ての力を出してその子と長電話をしたり、二人で遊ぶ中にまで持っていきました。今まで僕は好きになった人に振られたり、裏で悪口を言われたりと、異性に関してあまりいい思い出がなかったこともあり、初めて恋愛がうまくいっていることが嬉しくて、毎日口角が上がってウッキウキで生活してました。しかしそんなある日、突然先輩から太鼓部は危ない恋愛禁止なんだよねと言われ、頭が真っ白になりました。でも僕には人生で初めてうまくいっている恋愛を諦めることはできず、今は誰にもバレないよう二人だけで恋愛してます。最近では部活の同級生みんなとカラオケに行った時、彼女が彼女にしか伝えたことがない僕の好きな曲を歌ってくれたり、学校に僕が好きな髪型をしてきてくれたりと、毎日とても楽しいです。キーキュンだね。すごい。これは古旗部にはなかったでしょ。なかった。これは、ないよね。古旗部はだってそんなルールないもん。だって一人でしょ。そうだよ。すごくないこれ。すごい。和太鼓部でドキュンなんですけど。ドキュンキュンしちゃいますよねこれは。すごくない？しかも和太鼓部っていいですね。ね。うん。バレないようにってどうする？だから一緒に帰ったりとかもできないんじゃない？部活終わってさ、じゃあ一緒に帰ろうとかもきっとできないじゃん。うんうんうん、どうしてんだろうね。すごい、末永くは幸せに。なんとかね、まあ、まずはバレないでいてほしいよ、ね、本当に。めっちゃきゅ、よくない？自分のしか、伝えたことない好きな歌歌ってくれて、好きな髪型で学校来てくれて。すごい、ね、だそれだけでキュンなんだよ。一緒に帰ったりとかできなくても、そうだね。それだけでキュンなんだろうね。ああ、そういう気持ちずっと大事にしてほしい。ね、ういういしくいてね、ずっと。かわいいな。こんなキュンキュンできるんだ、この。めちゃくちゃ青春のコーナー、いいコーナーでしょ。いいコーナーです。もっといこうか。はい。東京都目黒区、14歳、トゥーリオくんからです。うん、僕は小学2年生の時、家が近かった女の子に初恋しました。彼女とは仲は良かったです。ただクラス替えで離れてから話さなくなり、僕がかすかに片思いを続けてるだけの関係になりました。その後僕に新しく好きな子ができても、いつもちょっとだけ彼女のことが頭の中にある感じでした。でも僕はヘタレだったので、2人の関係が進展することはありませんでした。そんな中、先日行われた修学旅行の2日目の布団の中で、親友からその子と付き合っていることを聞かされました。親友は面白くて芯があってかっこいいやつなので、彼女の方から告白されたそうです。それに比べて僕は8年間彼女に何のアプローチもしてなくて、塾に行く時などにわざわざその子の家の前を通ったりするだけ。バカでした。なので当然の結果でした。僕は親友におめでとう、羨ましいとか言ってその場は乗り切りましたが、親友が寝た後、初恋が終わったショックと自分の愚かさに呆れて親友の横で軽く泣きました。14年しか生きていない僕にとって、8年間という人生の半分以上思い続けてた恋が自分の愚かさで終わったことはかなりの衝撃でしたが、良くも悪くも青春なんだろうなと思いました。次に魅力的な女性に出会ったら絶対積極的にアタックして告白までしたいです。ちなみにこのメールを打っている日に親友から彼女自慢の LINE が来ました。チッとか送っときましたけど、悔しかったです。ちくしょう。わー、かわいい。どう、人生の半分だってさ。すごいね。14歳だよ。8年間好きで、うわー、したら親友と付き合ってたって。親友と付き合ってた。親友は知ってたのかな、ね、その子が、このトゥーリオくんが、その子のこと好きなこと知ってたのかな、そこじゃないかって私思うんだけど、知らないんじゃない。そうだよね、知ってたら絶対、知ってたら言うくない、告白されたんだって。うん、その子からされたんだけどって、知ってたらひどいよ。ひどいよね。知らなかったんだろうね、だから多分、好きなこと、好きなことね。じゃあ本当に積極的にあんま行けなかったんだ。本当に家の前通るだけ、わざわざ会えたらいいなと思って。かわいい。まだまだ人生長いぜ。そうだよ、ね、絶対出会えるよ。ほら、次に魅力的な女性に出会ったらって言ってるけど、絶対出会えるから、大丈夫だよ。何の心配もいりません。本当にそう。
良くも悪くも青春、本当に。あ、素敵。泣いちゃったんだって。可愛いね。いい経験ですね。いい経験だよ。むしろ14歳でこの経験できてるのでかいよね。素敵。素敵だよ。幸せになってね。はい。続きまして、25歳会社員、横浜優勝さんからです。10年前の高校の入学式の日、私は知り合いゼロから高校生活をスタートさせたため緊張して誰とも喋れませんでした。その後もそんな日々が続き、話せる友達も少ないまま5月のクラス行事で今はない豊島園に行ったんですが、その時僕同様同じクラスの女子 N ちゃんも誰と行動するか決まってないみたいでした、僕はそんな N ちゃんを見て一緒に回ろうと声をかけると、N ちゃんはいいのありがとうと返答してくれて楽しく一日を過ごせました。実は僕は入学当初から N ちゃんを可愛いなと思っており、誘った時は内心バクバクでかなり勇気を出しました。 N ちゃんとは最寄り駅が隣だったり地元の共通の友達がいたりしたので、それを機に意気投合し仲良くなり、結果的に僕たちは付き合うことになりました。付き合い始めたのが夏頃だったので、浴衣で花火大会に行ったりお祭りに行ったり渋谷でデートしたり、とても楽しい日々でした。しかし付き合って半年頃、部活が忙しくてお互いすれ違い、なかなか会えなくなってお別れすることになりました。でも僕は諦めきれず、密かにずっと N ちゃんのことを思ってました。ところがその後 N ちゃんは僕が部活で一番仲の良かった親友と付き合ってしまいました。うわ出た。高校生活で2年間も好きだった子が、付き合ってた頃一番僕の恋愛を応援してくれてた親友に奪われてしまったんです。僕は腹が立ち、人間不信になり、ストレスで1ヶ月間で15キロも痩せて、本当に悲しく悔しく何もかも嫌になりました。それでも友達の支えもあって立ち直ったものの、 N ちゃんへの思いは届かぬまま高校生活を終えました。それから10年後の今年の2月、僕は結婚式を行いました。写真で僕の隣に写っているのは当時思いが届かなかった N ちゃんです。N ちゃんは大学に入った時に僕の親友に浮気されて別れてしまったそうです。その後僕の思いを汲んでくれた N ちゃんと僕の共通の友達がよく遊びに誘ってくれるようになり、大学を卒業するタイミングで人生で一番の大勝負として N ちゃんと結婚したいからもう一回付き合ってほしいと伝えました。すると N ちゃんは高校生の時の僕の思いを知ってたので、これで付き合ったら私今更ずるくないと言いましたが、僕はそんなことはお構いなしに今僕のことを好きなら付き合ってほしいと話し、付き合うことになりました。それから2年後、プロポーズして結婚、高校の苦い思い出も相まって今では本当に誰よりも幸せです。今は妻と一緒にベイスターズ戦を見るのが毎日の楽しみです。キュンなんですけど、写真来てますよ。見て、結婚式の写真。わお綺麗ね、えのちゃんも。かっこいいし。見て、ハマスタ一緒に行ってるツーショット、やばないこれ。めっちゃ可愛いじゃん。すごい。めっちゃ可愛いね。どんなエピソード。ね。わあ。ことある。めっちゃ好きだったんだね、N ちゃんのこと。めっちゃ好きだったんだね。だね。本当に好きじゃなきゃできなくない、こんな。でも結婚する運命だったんですよ。だから気づいてたんだよね、多分この横浜優勝さんは。もう、その、親友に奪われちゃったとか、うんぬんとかの時にはもう、ほんとこの子しかいない。ずっと思ってたわけでしょ。それが、実ったんで。素晴らしい。実ったよ。願ってれば叶うんですよ。叶うんですよね。だからほんと、よかった。トゥーリオくん。ねえ。応援法くん。諦めんな。諦めんな。横浜優勝さん見てみ。すごいね。かっこよくない？この流れでこれはかっこいいね。あるんだってだから。叶うんだって。すごい。えのちゃんもかわいいね。これで付き合ったら私今更ずるくないって言って。かわいい。でもすごい、だから結婚を前提にお付き合いしてくださいっていうセリフよく聞くじゃん。それだよね、つまり。ね、本当にあるんだ。ね、私も本当にあるんだと思った。Nちゃんと結婚したいからもう一回付き合ってほしいだって。うわぁ、素敵。青春だね。ねぇ。うわぁ、青春飛び越えた。飛び越えたね。だから結婚しちゃったもん。だからもう多分ずっとラブラブだよ。ですね。こんだけ大好きなんだもん。今後もずっと大好きだよ。うわぁ、お幸せ。嬉しい。パ
ワーもらっちゃいました。パワーもらっちゃいましたね。幸せでいてみんなね。幸せでいましょう。幸せでいましょう。さて、このコーナーでは、学校行事や部活、恋愛、友情などなど、今思い返しても、エモい、甘酸っぱい、あなたが今青春してるな、あの頃青春してたな、と思った、いかにも青春っぽいエピソードや思い出をお待ちしてます。番組のメールアドレスは、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、メールは懸命に青春と書いて送ってください。待ってます。ではここで坂口珠美ちゃんの青春時代の思い出の曲をお送りしましょう。はい、うん、この曲はお友達とカラオケで歌ったり、うん、家でずっと真似して踊ったり、うん、私の青春時代の曲でした。はい、それでは聴いてください。カラさんでゴーゴーサマー。メール来てます。神奈川県ニッチーさんからです。さっきの坂口さんのちょうどいい時間に古畑任三郎をやっているというのとてもわかります。今まさに古畑任三郎の再放送をやってるんですが、はい、帰宅部の僕が家に帰るとちょうどやっててしっかり見ることができます。正直帰りもみんなにバイバイと言って急いで帰って古畑任三郎を楽しみに来てます。今まで帰宅部というのが恥ずかしかったですが、先週要素こそないものの僕も胸を張って古畑部を名乗りたいと思います。仲間がいたんだ。いたよ古畑部。一人じゃなかった ね、ね、嬉しい。全然いるんだろうね。うんうんうん、ね、今もやってるもんね。知ってたもんね、さっき、はい。今もやってるんですよ、とか言ってたよね。ワクワクで見てる。見てんだ、はい、お仕事とかない日は。そうですね。見れてるんだ、うん。すごいね。何回でも見れるんだよ、古畑任三郎。うん。すごい、私まだ見たことないんだよね。うん、ぜひ見てください。見ますね。古畑も入りたいんで見ますわ、うん。続きまして。横浜市金沢区23歳学生のマーサンマーさん。サッカー部だった僕なりに古畑部の青春を考えてみました。部屋の鏡の前で古畑任三郎の口調や動きをひたすら真似して、私うまいかもみたいなことを思いながら一人でニヤニヤしてる瞬間だと思います。やってた？やんない。古畑部の活動としては主に？主に、おやつを食べる。古畑任三郎を見ながら、古畑任三郎を見ながらおやつを食べるのが古畑部。うん、古畑部。でそのモノマネみたいなことは別にしない。うん。うん、あ、しない。ごめんなさいね、しないかも。これやってるからといって入れるわけじゃない。そうだね。ちゃんと古畑任三郎もちゃんと、うん、遅刻しないで、ちゃんとこう待って待って。そこだよね。はい。だからちゃんとオープニングから
見なきゃいけないんだよね、はい、だから学校が終わって早めに出ないとオープニング見れないぐらいの時間だもんね、うん、もう鬼ダッシュして古畑任三郎のために、はい、それがだってもう本当運動部並みのね、そうそうそう、急いで帰るっていうのがありますから、うん、はい、ちゃんとしたね部活ですよね。そうですよ、古畑部全国にいるんじゃないですか。ねえ、探してみましょう。さて今週はイエスだったら曇ってる、曇ってるチェックというテーマでメールをいただいてます。あなたの今までの曇った経験をもとに作られたイエスノーチェックを坂口珠美ちゃんに答えてもらいましょう。はい、いきます。東京都ボタンリセットさんからです。みんなに送ったよって言われた連絡が自分にだけ来てなかったことがある、イエスオアノー。うん、どうする、せーのでいく。はい、せーの、イエス。さすがこれある、あるあるある。あ、そう、うん、なんだかな。グループでもある、そのお仕事でもある、うん、お仕事、私があったのは、お仕事って例えばその撮影を例えば5人でやりますとかあった時に、はいはいはい、その5人プラスマネージャーさんのグループが作られたりする、うん、でそこで詳細が来たりとかするんだけど、はい、そのグループに入ってなかったっていうのが入ってなくて、うん、話進んでて、なんか私連絡全然来ないなと思って、うん、マネージャーさんに、すいません、明日ってどうなりましたって送ったら、あ、ごめんなさいみたいなのはあった。それはない。グループはないけど、うん、そう、あれ連絡来ないな、来ないなと思って、うん、そしたら、あ、ごめん、忘れてましたとかはすっごいよくあるけど、あ、もう個人的なお仕事のあれで忘れてました。はいはい、うん、それはね、うん、もうショックっていうかさ、ね、まあ忙しいのはわかるんだけどさ、うん、慣れちゃった。変になれないで、どうか慣れちゃわないで。続きまして、はい、高知市土佐県人間さんからです、はい、友達が撮った写真で自分が見切れてたことがある、イエスオアノー。せーの、イエス。曇ってる。これはよくある。よくよくよくある。メンバーはある、あるあるある、あるんだ。よくね、でんちゃんが私の目の前に立って、うん、で私が隠れちゃうんだけど、うん、誰も気づかなくて、で自分だけが、あー隠れちゃったって思って終わる。でもさ、それ通るじゃん、はい、それそのまま載せられたこともあるの。あるあるある。あるかい。で、そう、たまみがいないみたいに、うん、一部の私推しの方はちょっとざわっとしてくれたりしたけど、うん、実はいるんだよって。そう、全然あるよね。見切れちゃうとかもよくある。ある、私もよくある。メンバー同士で撮ってて、うんうんうん、なんかよくある。あ、かぶってんなと思いながら、いいやと思って、そう、まあ、使えない、ごめん、私も出ればよかったんだけどと思ったけど、うん、はい、やっぱみんなそれぞれさ、やっぱそれあるじゃん、漏れてる、うんうん、この写真いいな、はいはいはい、集合写真でも。だからそのまま乗ってて、全然いいけどねっていう。そう、全然いいんだけどね。いや、本当にいいんだけどね。うん、ただ見切れたなっていうね。うん、あるある。たまによくあるわ、その。よくあるよね。なんか被っちゃって、なんか手だけ見えてるみたいな。本当に使わないんだけど、マジでたまみってドン被るの。そうなんです。なんか見切れてるとかじゃなくて、よくね、本当にドン被るんだよね、うん。時があって。で、なんか集合写真何枚もみんな撮るじゃん、はい、送られてきて、あれ、たまみこの写真だけなんでいないのってなると、どんかぶってんだよ、ね、そうなんですよ。よく見ると いたりするんだけど、いるんだよね、はい、いるの使うから安心して、うん、ありがとう、いつも覚えてくれて。続きまして、横浜市青葉区22歳うんばぶくんからです。ハイタッチをスルーされて頭をかいてるふりをしたことがある、イエスオアノー。思いつくかな、いくよ、せーの、はい、イエス。ノー。せー、ほんと、ノーなんだ。え、どういうこと？ハイタッチ、イエーイってしようとしたけど、うん、スルーされちゃって、あれ。ないか。私、全然グループであるよ。うん、え？なんかメンバー同士で、なんかさ、はい、あれ、46時間テレビとかやった時にさ、運動会みたいな、うんうん、やって、私、そういうの楽しくなっちゃうから、あ、イエーイとかやりたいそうじゃん、私。うん、やって、はい、やっぱ後輩とか、うんうん、イエーイって、でも見えてないんだよね、多分。うん、なんか見せたりして、あ、お客さんもいたから、その時。恥ずかしくて、ってよくやる。楽しくなっちゃう。確かに、ハイタッチはないけど、うん、手振るのはよくある。あ、手振って、うん、無視っていうか。無視っていうか、たまみじゃなかったりとか。うん、そういう時どうすんの？あーって言って、うん、隣にいる、こう、くぼちゃんとか、はずきとかが、うん、大丈夫だよ、慰めてくれることあるかも。たまみの面白いとこって、なんか、ごまかさないの。なんか、手振って無視されて、うん、あーとかじゃなくて、ねえ、たまみ無視されたんだけど、とか言うから。そう。たまみー、たまみーってなる。でも、大きい声では言えないから。そうそうそう。かわいいんだよ、ね。なんか、あるね、よく。あるね。うん、たまみっぽいわ、それは。めちゃくちゃいいじゃん。続きまして、岐阜市、19歳大学生、ハイセンス君からです。
仲がいいと思ってた友達に、あれ名字なんだったっけと聞かれたことがある。イエスはノー。せーの、イエス。クボってるクイーン。クイーンが出たよ。すごいクイーンだ。あんの、なんだっけな、なんか、うん、昔うん、バレエやってた時にバレエやってたお友達が、うん、苗字じゃないんだけど、うん、あれタマちゃんって、うん、坂口タマっていう名前じゃなかったのって言われたことがある。え、なんて言ったの。え、違うよ、タマミだよって言ったんだけど、うん、なんかそれが結構そのまだ小学校入る手前とかで、幼かった私には衝撃的で。衝撃だよ、そりゃ。その時からみんなに、たまちゃん、たまちゃんって呼ばれてて、うんうんうん、なんだけど、なんかすごい、それめっちゃ覚えてる。たまって名前なのって言われて。たまみだよって言って。それ、ね、小学生で覚えてるって衝撃だったんだろうね。そうそうそう。なかなかだね。うん、真面目な顔して聞いてきたで。私、名字はないけどさ、うん、あの、同じ高校行ってたじゃん。うんうん、で、高校1年生の時に、これ知ってるかな、うん、知ってる。知ってる、もう知ってるわ。なんか言ってたよね。そう、連絡先を別に交換する気なかったんだけど、うん、流れですることになっちゃった女の子がいて、うん、その子と高校3年生の調理実習の時に、うん、あれ名前なんて言うのって聞かれたことある。連絡先も交換したの。知ってたの、うん、その子がしようって、うんうん、その高1の時に言ってくれて、うん、私は本当する気なかったから、うん、あーあーって言ってしたの、うん、で連絡は取ってない、うん、でも知ってんの、うん、教育実習じゃなくて調理実習の時に、うん、え、名前なんて言うのって言われたことある、すごいよね、うん、絶対知ってる。後で教えるわ、何ちゃん。本当にすごい。絶対知ってる。ということで、メールまだまだ。あ、もう一個いきますか。高知市土佐犬人間さんからです。財布の中のレシートをまとめて捨てたら、一緒に保険証など大事なものまで捨てちゃったことがある。イエスはノー。せーの。ノー。せーの。これはない。なさそう。ちゃんとしてるもん。ないない。うん。そういうのちゃんとしてるもんね。全然、そんな見落としたことないかも。ないよね。私もさすがにそこまでのものはないな。でも、これやってたらくぼってるっていうか、もう自分だもん。なんか、いや、これは運が悪かったなとかじゃなくない？うん、そうだね。己じゃん。己。己。確認すればいい。そうだよね。己の責任って思っちゃうから。あー。これはないね。なさそう。たまみは乃木坂一ちゃんとしてるからな。いやいやいや。続きまして、東京都22歳サンタイガーさんからです。遠足などで自分が乗る前にクラスのバスが出発しかけたことがある。イエス、あの、いきます。せーの、イエス。クボってるクイーン。これ有名な話がありますね、うん、はい、たまみさん、え、なんだっけ。先輩でいたじゃない。あ、お仕事の時にお仕事終わって、うん、あの車乗ろうとしたら、うん、あの空港だっけ、空港かどっかだよね、うん、出発しちゃったっていう目の前であったけど、たまにさすがにないでしょ。うん、なんか行きかけたことはある。やっちゃったことはないんだけど、うん、そう、それがすごい、うん、結構前だけど、うん、多分なんかツアーとかなんかで、うん、まだ残ってて、うん、そう、行っちゃったみたいな記憶があって、うん、だからそれがすっごいトラウマなの、その、みんなで出発しますっていうの。うんうん、だからめっちゃ早くするようになった。だから早いんだ。うん、めっちゃ早いもん、車乗るの。人数多いからさ、そう、やっぱ全員、テンコとか取んないじゃん。うん、全然行っちゃう雰囲気じゃん。ある、うん。そう。だからね、あるよね。だからお手洗いとか行っちゃってたら、うん、もうその間に、そう。もう出発しちゃうかもしれないから、うん、ハラハラするよ、ね。ハラハラする。人数多いからこそのね。私今からお手洗い行ってくるから、うん、そう、誰かに言うように。誰かに言うようにしてる。絶対宣言してから。行かないでおいて。そうそうそう。え、なんか聞かれたら行ってるって言ってる、ね、みたいな。絶対確認するようになって。ね、一緒だわ、うん。これはあるね。あるある。あ、でも置いてかれたことまだないな。さすがでございます。はい。お、まだ行きますか。お、群馬県高崎市20歳金のペンギンくんからです。夜友達から食事に誘われた時点でもうご飯をお腹いっぱい食べてて断らざるを得なかったことがある。イエス、お、あの、行きますよ。せーの、ノー。せーふ、これはない。うん、私ね、無限に食べれるから。あ、一緒だ。あの、そう、お腹いっぱいで、あー無理なのにっていうのはないかも。無理でも行かない？行く行く。だよね、私たちは。結果食べれちゃう。わかる。はい。私たちは、やばい、ご飯先食べた、お腹いっぱいって思っても、うん、誘われたら行っちゃうよね。うんうんうん。一緒だわ。一緒だね。うん。だから多分、ノーなの。そうなんだよね。は、うん、一緒だわ。うんうん。それはないな。お腹いっぱいでも食べれちゃうんだよね。食べれちゃうから、うん。わかる。
たまみっていっぱい食べる方いっぱい食べる。そのイメージあんまない？うん、結構食べますよ。ほんと？うん、なんかライブの後とかは。え、自炊とかすんの？自炊はしない。あんましないんだあんましない。へー。でもそのまんまが好きだから。素材の味だ。はい、温野菜とか。あー、もう本当にそういう調理というよりかは、うん、蒸すとか。そうそうそう。へー、でもちゃんとしてる。まま、うん、健康的だよね。健康的。お野菜とかも、うん、え、回転寿司とかは何皿ぐらい食べれる？え、わかんないよね。この間すごい食べたんだよね。あ、そう、行ったんだ。うん、15とか。あ、全然いける人だ。うん、15すごくない？女の子で、うん、すごいよね。うん、食べようと思えば食べる人だ。うん、ちゃんとその多分自分の中で制限とかしてる時もあるけど。う、ね、うん、マジブラックホール。本当にお腹もいくらでも食べれちゃう。いくらでもいけちゃう人だ。はい、一緒だ。じゃあ私もだ。回転寿司、え、行こうって話してたよね。してたかも。3期生だね。してた、してた。え、言ってたよね、うん、なんか東京ドーム終わったら行こうって話してたよね。え、たまみ卒業する前に行こう。え、行こう。回転寿司。回るお寿司も行きたいし、うん、回らないちょっといいところも行ってみたいんだ。行こう、どっちも行こう。はい、ありがとう。てかさ、その新中三組って言って、はいはい、私と、その中村れのちゃんと坂口たまみちゃん、はい、この3人が同期で同い年して、うん、この3人で高校卒業で行ったんだよね。行ったね。ちょっといいご飯行こうって言って、二十歳のお祝いで行こうって言ってたじゃん。そう。できてないよね。できてないね。え、それも行こう。ああ、行こう。3人で。お酒ね、頼もうねって言ったんだよね。うん、やろうね、やろうね。ということで、メール待ってます。今週のテーマは、くぼってるチェック。答えがイエスだったら、くぼってることになる、イエスノーチェックを送ってきてください。番組のメールアドレスは、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム。乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム。あなたからのメール待ってます。それでは、ここでこんな曲を、私が選ぶたまみとの思い出の曲ですね。やっぱこの曲は一緒に、ユニットできて嬉しかったなっていうのと、うん、やっぱ同い年、うん、特別な、みんなとできたのが嬉しかったから、うん、この曲が思い出です。乃木坂46で価値あるもの。
乃木坂46のオールナイトニッポン。それじゃあそろそろお別れのお時間も近づいてきたので、ここでちょっぴり私たちからのお知らせをさせてください。今年も毎年恒例となっている乃木坂46の真夏の全国ツアーを行います。5年ぶりのドームツアーとなる今年の日程は7月20日土曜日と21日日曜日がオリックスバファローズの本拠地京セラドーム大阪、8月24日土曜日と25日日曜日が中日ドラゴンズの本拠地バンテリンドーム名古屋、そして9月2日月曜日から4日水曜日までの3日間が東京ヤクルトスワローズの本拠地明治神宮野球場となっています。詳しい情報は乃木坂46の公式ホームページから特設サイトをチェックしてください。そしてその全国ツアーの前には6月28日に香港で乃木坂46の単独ライブを行います。こちらも詳しい情報は乃木坂46の公式ホームページからチェックしてください。さらに久保個人としては乃木坂46公式定額制動画サービス乃木動画でお送りしている久保チャンネルでシャープ96幸せなんてなければいいのに予告編マクドナルド新テレビ CM 編が公開されています。始球式、そして、楽天イーグルスさんの公式 YouTube にて始球式の動画、そして7回に踊らせていただいたチアの動画が上がっておりますので、そちらもチェックしてみてください。そして坂口珠美ちゃんからは、はい、私のファースト写真集青いバラが来週火曜日6月25日に発売となります。はい、あの乃木坂としての証を残したかったので、うん、その乃木坂らしさが十分に詰まった素敵な写真集にしていただきました。こちらの写真集はただいま Amazon、セブンネット、楽天、紀ノ国屋などで予約を受け付けているので、詳しい情報は写真集の公式 X などでぜひチェックしてください。そして6月15日に行われる7月ねあら7月15日に行われる乃木坂46の35枚目シングルチャンスは平等発売記念ミニライブの生配信で、私とセミアレイちゃんの卒業セレモニーを実施していただくことになりました。このミニライブの生配信はチャンスは平等の初回仕様限定版タイプ A から D に封入されている全国イベント参加券、またはスペシャルプレゼント応募券に記載されたシリアルコードで応募特設サイトからご応募してもらうことで視聴することができます。こちらの応募の締め切りは6月30日日曜日までいっぱいまで延長されているので、詳しい情報は乃木坂46の公式ホームページからチェックしてください。そして東京 MX さんで土曜日、毎週土曜日11時30分からぐるり東京江戸散歩、お散歩娘として、お散歩しながら歴史を学ばせていただいています。ぜひご覧ください。それでは今週は最後にこの曲を、私たち2人が参加しているユニット曲で、うん、本当に思い出深い私の大好きな曲です。乃木坂46で平行線。
パーソナリティの久保しおりです。できるだけ生放送でお送りしていくので、できたらリアルタイムで聞いていただきたいんですが、寝落ちしちゃったあなたや途中参加だったあなた、どうしても都合がつかないというあなたは、放送から1週間以内ならラジコという無料アプリでこの番組を聞くことができます。リアルタイムで聞いてくれたあなたも、ぜひラジコでもう一回番組を聞き直してみてください。乃木坂46のオールナイトニッポン。乃木坂46のオールナイトニッポン。この番組は、竹中工務店、QBB ベビーチーズ、日本外資、AK レーシング、池田灯火工業、住友電装、ディズニー JCB カード、東エネック、以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りしました。今週も深夜1時から生放送でお送りしてきた乃木坂46のオールナイトニッポン、もうエンディングですが、はい、どうでした、たまみちゃん。なんか本当に伝えたいことがある、うん、本当に久保ちゃんがこの番組ですごく幸せに、うん、なんかたまみもすごく幸せなの、うん、え、何何急に、なんかすごい生き生きしてて、うん、素の久保ちゃんね、うん、本当に楽しそうね、うん、スタッフさんもすごい 愛がたっぷりで、うんうん、本当に素敵な番組何えたまみ心からこの間も思ったし、うんうん、それで来てくれた時ね、はい、4月、はい、嬉しい、ありがとう。どうしても呼びたかったから、たまみを嬉しい。私も話したいこといっぱいあるし。そうだね、うん、これからも末永くよろしくね、うん、末永く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 、おばあちゃんになってもよろしくね、よろしくね。メール来てますよ、はい、福岡市シンディさんからです、うん、今日の坂口さんのついてないエピソードが、うん、くぼってるの一言で片付けられないほどだったので、うん、今年くぼってる大賞を決めるときに、うん、くぼさんにエピソードを一つ渡していただいて、候補の一人としてノミネートされてください、だから、まあ、今年のね、わかんないけど、うん、今年の末終わりに、はい、くぼってる大賞やってるけど、うん、そこにあの、もしよかったらエントリーして、あー、もしね、今年のなんかあったらリスナーとして、オッケー、一リスナーとしてメール送って、あー、よかった、あのメール送るときに坂口たまみかっこ本物ですって書いて送ってくれたら、うん、あの、あ、これたまみなんだなと思って、すごい、本当にわかるんだ、うん、わかんないけど、わかることにするから、じゃあ送りますね、うん、送って楽しみにしてるわ、まあ、続きまして山口県スモールワールドさんからです。今夜は2人ともさらっとくぼってるエピソードを話してましたが、うん、坂口さんの結構デカめなエピソードの気がします。本当、じわじわきついのがくぼってる、ガツンとくるのがたまってるという分類でいいんじゃないでしょうか、うん、おー、たまってる、たまってる、うん、自分じゃそんなね、ガツンっていうイメージなくて、え、
一個気になってたのはさ、そういうことが起きた時にへこむ、へこまない、そうなの、そこなの、うん、そこが久保との違いで、うん、なんでなの、なんか全然ポンってタッチされたぐらい、うん、何も傷つかない、で誕生日忘れられてました、うん、ってなっても引きずんない、うん、引きずんない、忘れちゃう、それがすごいよね私はもうラジオで喋んないと消化されない、うん、あ、本当、うん、全然傷つかないけど一応念には持ちます一番怖いタイプだ、うん、一応念には持つけど、念には持つ、でも傷はつかない、傷つかないです、たまみのその生き方がめちゃくちゃ素晴らしいと思うんだよ本当に、茨城県トリトさん、はい、坂口さん、はい、僕も古畑部なんですが、あら、坂口さんも最初のオープニングの古畑の喋りを聞いて、うん、あ、今日クイズ王の回だとか内容を事前に理解してから見るってこともありますよね、あ、ないかもあ、ないんだ、あ、今日クイズ会だ、クイズ王の会だとか思いながら、私は一番古畑任三郎で重視してるのは、うん、心を無にして見れるの、うん、そうやってなんか今日はこれだってあんまり思わないようにして、ああ、なるほどね、うん、その深い読みというか、そう、考えすぎずに見る、うん、そうするといろんなびっくりがあるし、うん、ああ、こんな事件だったのかっていうふうに驚けるからなるほどね、うん、これはこうかみたいな考察みたいなのは しないの、しない、その方が楽しめる、そうだってさ、古畑部長が言ってるよ、うん、その楽しみ方がいいって、あなたも心に無にして、うん、見てみて、見てみて、その通りだね、はい、次は東京都大田区マッシュさん、古畑任三郎をまだ見たことないという久保さん、うん、明日のお昼に放送する古畑任三郎の再放送はあの一郎さんが犯人の回です、久保さんの古畑デビューにはちょうどいいんじゃないでしょうかいいね、一郎さん回覚えてる、覚えてるかな、だっていろいろ見ちゃっててさ、多分さ、そうそうそう、もう覚えてない可能性、うん、でも一郎さん、そう、なんかあれなんだよね、その犯人がそうそう、いろいろね、すごい有名な方がたくさん、いろんな方が出てるんですね、ゲストで明日一郎さんがです、うわ、録画するしか、録画するしか、うん、お互い録画して見ますか、古畑任三郎、まさか古畑任三郎の話で終わると思わなかったそれでは今週はこの辺で、日本放送などでお聞きのあなたはこの後も福島出身の東北仲間、テレビプロデューサー佐久間さんのオールナイトニッポンゼロでお楽しみください。後ほどたまみの写真集を渡しに行きましょうか、はい、憧れの行きましょう、はい、今週のオールナイトニッポン水曜日のお相手は乃木坂46久保史緒里と坂口たまみでした。私久保とはまた来週、バイバーイ、バイバーイ。こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の久保史緒里さん、坂口珠美さん、お疲れ様でした。2024年6月19日水曜日、この時間は私、佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。ということで、いらっしゃいました。久保さんと坂口さんが。もう最近は乱入ということではなく、もうちゃんと、あれなんですね。番組のラストに告知するようになったすいません。事前にも予告してからここから予告してから来るという形なんですね。ちょっと来させていただきました。あら、坂口さん、はじめましてですね。はじめまして。佐久間と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日は。はい、こちらをぜひお渡ししたくて。乃木坂46坂口珠美、はい。青いバラ。青いバラです。はぁ。
はじめましてでなんなんですけれども、はい、ご覧ください。本当になんなんですけど、これさ本当にその、まあ、久保さんいらっしゃらなかった時は、はい、この間皆さん来たんですよ、5期生のお二人と、はい、山下さんと、はいはいはい、もういらっしゃって、また、はい。で、その時に、はい、まあだから、これ、その山下さんって言えなかったんですけど、はいはい、そのやっぱ、一応キモくないところを選ぼうと思って話して、カニを食べてるところを喋ったら、山下さんが、はい、なんか口元が好きなんですね、みたいな。わざとその、なんつうの、そっちの方に追っていこうとする、山下さん恐ろしい人です、ね。恐ろしいですね。それは恐ろしい。でもこれあれなんですよ。まだ中見しちゃいけないんですよね。そうなんですよね。来週発売で。中見しちゃいけないものを俺だけ先に見て、うん、あの、リスナーに説明するのすげえハードルが。しかもメンバーもほぼまだ見てないみたいで、すごい。ああ、でもこれは。お気に入りカットをお聞きしたいです。ちょっと待ってくださいよ。あ、これかわいいじゃない。リンゴの、この二つ。リンゴ頭に乗っけているキュートなやつと、リンゴと、なんか、二つ並んでる寄りのカットと。これはどうですか？これはでも、ちょっと、セクシーな感じもちょっと入ってる。いや、ちょっと待って、その、なんで無理やり、俺がセクシーじゃないカットを選んだのを、セクシーなところもあるっていう。確かにね、私も。わざ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 ちょっとそういうのを感じましたけど、でも嬉しいです。まあ確かにね。表紙にもなってるページなので。あ、そうなんだ。はい、あ、この T シャツの時のところ、そうか。あ、表紙の T シャツも着ながらってことですね。はい。あ、いや、でも、坂口さんの、なんかこう、なんか健康的ないろんな写真がね。はい、山口さん、ね、あの、はい、久保さんはご覧になりました？はい、見させていただいて、そうなんですよ。結構大人っぽいのもあったりだとか、うん、あと、なんかすごい無邪気な、たまみって、あんまりその、なんか、見せないような表情もすごい載ってるので、うん、さっきね、お気に入りって言ってたカットが、はい。何だっけ、何？あ、小籠包を食べてるんですけど。小籠包を食べてる。小籠包を食べてるのが、あ、これです。ああ、確かに。普段見せない顔というか、うん。あ、こういう感じじゃないんだ。こういうなんかちょっと、うん、ちょっとふざけた感じとか出す子じゃないんだ。そうなんですよね。いい表情してます。自分で言っちゃうスタイルだ。食べてる時は。いい表情、はい。どんな写真集ですか、佐藤さん。そうですね。私は7月で卒業となるので、うんうん、グループを。それで、乃木坂としての証を残したかったので、うん、もう乃木坂らしさが十分に詰まった。写真集になったと思います。わかりました。はい、じゃあこれ、リスナーの皆さんも、ぜひ、はい、あの、見てみてください。ありがとうございます。はい、これ、お二人仲いいんですね。そうなんですよ、ね。今日のラジオ途中からちょっと聞いてたけど、なんかすごい友達でやってるみたいな、ね。本当に高校の同級生でもあって。あ、そうなんだ。同期なので、仲良く。はい、じゃあこれからも、はい、おばあちゃんまでお友達ということ、おばあちゃんまでお願いしたいと思います、ね、ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。これまだ完成してないから一回お返しした方がいいやつなんですね、きっと。そんなことない。あ、大丈夫なんですね、はい、ありがとうございます。私を忘れないでください。私を忘れないでじゃないの。失礼しました。ではでは、お邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございました。一ナノを見てた人はわかると思うんですけど、今回ちょっとカメラ台数の問題でもありつつ、三人横並びでやってるんで、その、なんか、なんつうの、ショールームの配信みたいな、そういうなんかこう、生放送の一ナノの配信みたいな感じになって、そのままお送りしてる、一ナノの番組みたいな感じしてお送りしてる。ということで、お帰りになりましたかね。わがままを一つ言ってもいいですか？ちょっとあまりに皆様からたくさんのものをいただいてしまって、私たちもちょっとまだもうちょっと楽しみたい気持ちがあるので、ラスト1曲歌っちゃいます。それでは聴いてください。
目の前には嘘としたもんも広がってる。ああ道なき道先へ進まなきゃ夢に近づけない。こんなこんな風あるかって逃げ腰になりそうな、そう「でもいつかは」